バックスイングの右足について、足がどうなってるか、ここを徹底的に解説していきたいと思います。皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田修平です。今日はね、右足、バックスイングでの右足ですね。まあ、バックスイングってね、やっぱりいろいろ自分の頭の中でいろんな混乱していくところがあると思うんですね。皆さん、僕らもそうなんですけども、だからその中で、右足がどういうふうになっていればですね、正しい動きになっているのかというところ、ここをちょっと今日は徹底的にね、そこだけを解説していくんで、右足に、ね、悩んでいるか、どうしたらいいのかって思っている人ね、ぜひぜひ、ね、聞いていただけると悩みが解消されて、迷わずボールを打つことができると思います。で、今日はですね、5つのポイントでちょっとお話ししていきたいと思いますね。右足の、大事なポイント5つで、1つ目ですが、早速いきたいと思いますが、ねじりです。右足をねじるっていう動作、バックスイングした時にここの足見てて、ここで、ね、すごいギュッてねじれるんですよ。で、このねじれってすごく大事で、こう何にも力が抜けてる状態になっちゃうとまずいんですよ。で、これをね、なんだろうな、こう固定するっていうのとまた別なんですよ。ここがね、めちゃめちゃ難しいところ。だから、こう固定するっていうと動かさないになっちゃうんで、ねじることもしないんだよね。ねじるから、これ見て、膝が少しだけ向き変わるのね。はい。だから、ちょっと靴下を、靴見せてほしい。この右足見てね。こういうふうに、こう、こういうふうにちょっと動くでしょ。こういう感じになるね。だから、掴む感覚ってすごく大事だね、足でね。で、何もしないでこうやって回して、ほら、掴めないよね。これじゃパワーが入ってないんで、ちゃんと掴んで、ねじりながら回していくと。これすごく大事になってくるから、掴む感覚と、そしてねじる感覚。これを覚えてください。練習はね、片足になってこういう風にして、こういう感じしてバックスイングすると、ちょっと足が踏ん張る感覚わかるからいいかなと思います。なので、こうやって右足を一本にしてねじるようにバックスイングしてあげると、こうね、スイングしやすくなります。何もこうしないっていうんじゃなくて、グッとこうねじる向きを変えてあげるっていうことですね。そうすると筋肉の反射が生まれるんで、バックスイングして、こうグッとこう力が、はい、ちょっとこう動くからね。だから本当、膝頭正面ではないとダメだっていう人いるけど、そんなことないから。足首がねじれて、少し膝頭がこっち向くの。それをこっち戻すだけで、よく見るとパワーがほら出るんで、この少し動いてあげるっていう感じ。こういうダンスあったね。僕の上の世代だよ。それを覚えておいてください。さあ、2つ目の要素はね、ボールとの距離。右足とボールとの距離なんですけど、これね、遠ざかるとどうなるかっていうと、帰る時間が増えるから、捕まりやすい。で、ボールとの距離が近いと、捕まらないってことね。だから、右に出やすくなるってことです。これうまく利用してください。なので、ドライバーとかはボールから遠ざかる。短いアイアンはちょっと近づく。これ辺はもうさじ加減なんで、何とも言えないけど、覚えておいてください。今、これ7番アイアンなので、このぐらいの距離になるわけね。で、これが、でもこれでもこうなっちゃったらダメですよね。もうとダフっちゃうし、クラブの最下点がここになっちゃうから。だけど、これって最下点がボールから遠いところにあればあるほど手が返りやすいから、左に行きやすい。これを利用するってことですね。だから、左に行ってる人はちょっとスタンス広く、右に行ってる人はスタンスを狭くしたり近づけたりして、ボールから近づけたりして調整をするっていうのが、このコントロールの仕方になります。まあ、これは別に練習じゃなくて考え方なんで覚えてください。このぐらいです。アイアンだったらね、このぐらいで打つとちょうどいいのかなっていう感じです。これ2つ目ね。じゃあ3つ目、骨盤の回転、ね、さっき、ね、足首ねじるって言いましたけど、骨盤が回るからねじれるんで、骨盤を回転させるってことを理解してください。プロのスイングでたまにね、こういう方もいるの。もう全く骨盤が動かないでこう回してねじるっていうかね、胸郭がグイングイン回っていくタイプね。
こういうタイプのスイングあんま真似しない方がいいです。力がある人とかパワーがあるって腰が強い人ならいいんですけど、この状態だと腰弱い人はもう全然パワー出ませんから。僕のイメージだと見ててね、これ回ってでしょ、骨盤回ってなんかスピード出そうでしょ、でもなんか出ないんですよこれじゃね。僕これでもこうやって教わったの、腰は回さず捻転しろってね。これでね、骨盤をロックさせる、もしくは膝をロックさせる、上半身を回す、こういうスイングをすると結構まずい、飛ばないから。だからちゃんと僕の動き見てて、骨盤が回るで膝で受け止めるっていうか、さっきねじる感覚で、これがちゃんと分かればバックスイングはこれはしっかり回るね。そうするとスイングはバックスイングが安定するから、振りやすくなりますね。骨盤を回す、これ3つ目。じゃあ4つ目、これ骨盤の回転にちょっと味付けをするってことなんだけど、骨盤は立つんですよ、こういうふうにね。なのでこのポジションからこういうポジションになるので、回転するとちょい右腰が切れ上がるね、上上ちょっとプリッと持ち上がるような感じになるから。でこれはこういうふうに角度つけて少し斜めになるように腰を回す、こういう練習してください。何度もベルトのラインが斜めのまま、わからない方は前傾の右足を後ろに引いて骨盤をこういうふうに立ててこう回してあげると、こういうふうにちょっとここが張りが出てきますから、骨盤こうちょっと上に切り上がるようなイメージでスイングしていくと。ちょっとだよ、これ意識しすぎてこうなる人いるから。回転なのでちょっとなんかこうちょっと上って上にイメージしていただくと、バックスイングしやすくなるし、それが正しい回転になる。若干縦回転ね、アドレスで決めてればまあまあイメージ湧くと思います。こうじゃないからね、だからアドレスがちょっとお尻が高い位置だということなんですね。はい、4つ、最後の5つ目、ウェイトシフトの準備なんです。これよく見ててください。バックスイングの最中にトップの位置ですね、見てください。これダメなんですよ、準備なんですよ。準備はもう左の準備、例えばこれ準備あっちにしてますよね、だけど右足体重でしょね。でゴルフスイングも一緒、こうやってこういう感じ、顔だけ準備してるわけじゃないからね、体で準備してる、こうっていう状態ね。右足体重なんだけどもう左に準備してる、この準備感を出してください。どうやってっていうのは、例えばこう片足になって少しこっち側に傾斜かけてあげると、これすごいここにかかるでしょ、こんな感じ。この時の右足のグッと力の入った感じ、さっき言った地面を噛むとかねじるとか、こういう感覚と近いかもしれない。準備をしよう。なので一番いい練習は連続素振りね。これもう次のこと考えてますね、次のことパン、こういう感じです。ダメな人っていうのはバックスイングはバックスイングとして考えちゃうから、よし OK ってことになっちゃうんですよ。バックスイングっていうのはあくまで流れの中の一瞬でしかないから、そこを作る必要ないから、流れを作るってことね。だからそこちゃんと準備作っていくと、大体どうですか、こんな感じ。準備、もう準備してなきゃ遅いからね。ちょっと上げてる、上げながらもう次のことを考える、これが難しいな。皆さんね、三角書きながら、三角書きながら丸できる？できねえよいや僕もできないんだけど、でもそういう感覚なんですよ。上げながら次のことを考える。ゴルフだと僕できるの、この三角と丸はできないけど、バラバラに考えることっていうのができるようになるからね。だからこう上げながら次のことを考えるこういうイメージができると、バック側で準備をするっていう感覚が分かるので、ちょっとやってみます。僕ね、もう準備してる状態ね。さあ、あ、もう準備してる、こんな感じですね。こういうふうにするとバックスイングがかなり安定してくるから。これが右足の準備ね、右足がもう次の準備、
次の準備をしている状態、こんな感じ。なのでちょっと斜めになっている状態、こういう状態じゃないってことね。こうじゃなくてちょっと傾斜かかっている状態、これが準備の時間なので、少しこう、こうスケーティングのようなイメージですね。もう一回こうスケーティング、うん、だから準備のない人こういう感じこうなっちゃうから、ちゃんと準備もしてなきゃダメだと。この準備感を出して、右足の斜め感ね、この斜め感を出すというのがポイントになります。ということでね、右足の使い方、今日はちょっとお話ししてみたんだけど、バックスイングね、ここちょっとまとめでちょっとスイングしてみますね。準備5つのポイントね。まずはねじる、でこの距離感で、骨盤を回して、そして切り上げる動き、そして最後に準備感を出す、斜めね、この感じをイメージ、その中でね、自分の中で好きな部分を自分で選んでください。そうすればこうバックスイングは悩まず、足の意識だけですね、手なんか考えない、足だけ考えれば。いい感じでスイングできますね。ぜひやってみてください。右足です。ということで、このチャンネルではね、私のレッスンノウハウを5年間ずっと続けてきた YouTube なので、チャンネル登録して、ね、見逃したくないっていうよりは、前のをね見返してみてください。見返すためにもチャンネル登録ですよ。チャンネル登録するとね、適当に見てると昔の動画出てくるから、探すの大変な人はね、チャンネル登録だけすればいいと思います。はい、あとそれよりももっと詳しく知りたい方はオンラインサロン、僕は YouTube で言っていないことも言ってますからね、毎朝ラジオだとか、いろんな有料コンテンツが見れますんで、ぜひぜひそこをチェックしてみてください。有料コンテンツは、プレミアム会員のレッスンあるでしょ、それのやり取りを見れるんですよ。それだけでもいいよね。そうそう、だからよく僕この頃レッスン動画出してるでしょ、生徒さんとの、その生徒さんとのレッスン動画って結構皆さん見てくれるんですよ。というのは何でかっていうと、僕がレッスンしてる姿見たいからなんですよね。でどういうふうにして生徒を教えるかっていう、それがめちゃめちゃいっぱい見れるわけ。それは一つの有料な、言っていないことがね出てくるんですよね。オンラインサロン参加してみてください。札幌でもやってます。ではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。原田ゴルフからお知らせです。原田ゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。原田ゴルフから毎週レッスン書が届き、 YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画よりも文章です。ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄で、こっちか。登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。